はい、では中間水仙なんですけど、あまり映さないんですけど普段は。で、中間水仙を、どのようにしてるかって言いますと、今このような状態ですね。はい、ちょっとあまり教えたくないですけど、これタオルを、はい、特別にこの動画を皆さんシェアしてくれたらありがたいです。で、ここでモデルさんの首の下にタオルを入れます。はい、で、そのまま上に持ってきて、はい、このまま縛りますね。ここで、で、この状態で推薦していきます。耳には入らないようにしてくださいね。なので、あくまでもこのロットの良さは推薦しやすいということですよね。なので、もうタオルの中に全部こう入れてですね、推薦するような感じなんで、タオルの中もお湯が溜まってくれるので、お風呂につけてるような感じです。ですよね。はい、お風呂っぽいです。お風呂っぽいですよね。はい、なんかヘッドスパみたいですよね。そうですね、気持ちいいです。はい、中間水仙が気持ちいいってあんまりないと思うんですよね。中間水仙が気持ちよくなる、このロットを使えば中間水仙が気持ちよくなるっていうような感じですね。で、僕もやることがないので、ただ待ってるだけでいいっていう、この楽なスタンスなんですけど、まあ、ただうちはですね、中間水洗時に使うちょっと薬剤があるんですけど、ちょっとそれを使います。まあ、これちょっとね、まず浸透剤っていうか、薬剤がお湯がしっかり通るかなというようにですね、お湯の通り道をちょっと作ってあげます。まず、はい、で、お湯の通り道を作ってあげてですね、ある程度中間水洗してからなんですけども、はい、あとはトリートメントなんですよね。このケラチンのトリートメントで、こちらを同時にちょっとやっていきます。浸透させます。まあ、中間処理はしっかり結構やりますね。これで中間水洗と、トリートメントの中間処理が終わったんで、ここから、まあ、クリープタイムというかですね、自然放置なんですよ基本的に。このままちょっと置いていくんだ。雑ですね。いや、まあ、もう時間1時間近く経っちゃうのね。これ2時間切っちゃうんじゃないかっていうこのペース。大丈夫かな。ひどいですっていうような感じなんですけど、はい、中間水洗終わったんで、これからちょっと放置タイムに入りたいと思います。